あれ？これって。少佐、孫少佐か。ここで何をしている？久しぶりっすね。え？お嬢さん。なんで来たんですか？はあ、それはこっちのセリフっす。なぜお嬢さんがこの都市にいるんすか？入り口すらないこの奇妙な施設にどうやって入ったんすか？どこにいようが私の勝手です。お姉さんこそここをどうやって見つけたんですか？他にどうしてここに来る理由があるんすか？お嬢さんを迎えに来たんすよ。軍隊は私のせいで発見されたんですか？正確には違うっす。詳しくは言えないっすけど。間もなくこの都市の原子力発電所は爆発するっす。だから軍隊が派遣されたんすよ。護衛するっす。さあ行きましょう。私は行きません。待て待て、止まれ。そう。あれ、痛い。よくも私に触れようとしたね。ちょうどいい、ここで終わりに。やめてください。いいから、おじさんを解放してください。おじさん？今、おじさんと呼んだんすか？ごっこ遊びかなんかのつもりっすか？言う通りにしてください。意地を張っても無駄っす。今でさえ私の権限で全ての手続きを無視してここに来たっす。事態はマジで深刻っすよ。私だってマジなんです。お嬢さん、その小さな爆竹で何をどうするつもりっすか？解放してください。おじさんは行かなきゃいけないんです。地下へ。おじさん、混乱しますよね。今は訳がわからないと思います。でも一つだけ覚えていてください。サンナビです。思い出して、サンナビにたどり着くためにここに来たんで、ここまで来たんです。サンナビを探し出して、そして復讐を果たします。最後までやり遂げることが大事なんです。マリー。はあ。もう二度と現れるなよ。何された？あ動きが停止したように見えた。あれ、もしかして地下行きのエレベーターに乗せてくれた？歩け。
カチカチ。なんか幻が見えてるな。どっち行くべきだ。行けないのか、こっちは。あ？はあ、そうだよな。こっちだよな。ここで2択なのか。マリを取るか、娘を取るか。やめてくれー。登るぞ。マリを助けなきゃ。ああ、来たんだ。まあ、簡単には倒れないと思ってたけど。大佐、任務を完遂し、帰還します。私に会いたくて来たんじゃないの？近くに来てみなよ。損傷さ。本当に私がわからないのか？何を言っているの？想像し。何でもいいや。この街であんたがしてきたことの全てを報告してもらったけど、かなり印象的だったね。正直気に入ったよ。私はあんたみたいなタフなやつが好みだからさ。でも残念だ。高度な戦闘ロボットは、その存在だけでも、要警戒対象だから。やっぱりそこはそうなんだ。ロボットだったんだな。そう、あんたのことだよ、あんた。戦闘ロボットだと？マリはどこへ行ったんだ？おい。言いたいことがあるなら伝わるように言ってくれよ。何を言っているのかちっともわからないね。聞こえてるか？なあ、ブリキ官。私の言ってることがわかるか？何度もお嬢さんを救ってくれたのは知ってる。それはありがたく思ってる。本当に。し
かしそれはそれ、これはこれだ。あんたを見て見ぬふりはできない。あんたの正体は一体何なのか。なぜお嬢さんと一緒にいるのか。聞きたいことはたくさんあるけど、聞きはしない。私たちは好奇心を持ってはいけないから。応命を執行するのみ。いたー。うっそー。どうすりゃいいんだこれ。これか。うわ、死んじゃうかも。グフ。あー死ぬ。強まず攻撃の仕方がわからん。いや壁貫通してくるのずるくない？いいところで爆発するね。早く。お、上か。 OK。 危ない。 OK。 うーやめてー。いや無理。よし。ちょ待って、死んじゃ死んじゃ。いや無理だってそれ。いや無理。え、危ない。よいしょ。え、なんでやられんの私が。うん。よし。あんたは何なの？どうやって将軍と同じような戦法を。そうか、そういうことか、そういうことだったのか。昔から何かがおかしいと思った。あの人はそう簡単に死ぬはずなかったのに。お前、将軍の死に関係があるみたいだな。楽に死ねると思うな。お前の手足を噛みちぎり、その首を引き裂いてこの目で確かめてやる。もうやめて。危ない。助けて。 OK。よいしょ。爆弾はやめてください。
それもやめてください。ちょっとその位置無理だって。オッケー。何ボタンかわかんないけど連打。うわ、強い少佐。いや、ちょっと待って、連打が何ボタンだ。連打が全然できない。いけ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 。ホールドだったか、もしかしてさっき。いや、終わりだ。おとなしくしろ。くそ、畜生。誰の真似をしてるのか分かってるのか。あの人はお前みたいなブリキ感が勝手に真似していい人じゃない。そこまでだ。大佐か、これ。大佐だ。大佐。大佐、ペク大佐か。え？あ、うん、やめて。あ。動くな。動けば蜂の巣になるぞ。ペク大佐。おい、かわいそすぎるだろう。もう何もわからんのだよ、こっちは。大佐、あと少しなんです。もう少し時間をいただければ。退却命令が下された。技術部は爆発が近いと判断した。混乱を収めるために朝廷が下ってくる。無人部隊だけを残し直ちに退却する。朝廷自ら？ということは、そうだ、除隊前にあれを実際に見ることになるとは思わなかったっす。ところでお嬢さんはどこに？ここにはもういない。ここにはもういないってどういう意味っすか？まさかそのまま逃がしたんすか？なんとかここまで連れてきたのに、たった一人で放っておくなんて。朝廷がここに下れば都市全体が蒸発してしまうっす。手遅れになる前に早く。孫少佐、お嬢さんの決断だった。私たちに口を出す資格があると本当に思っているのか。彼女の決断を尊重しなければならない。リミッターを外しているな。苦戦を強いられたか。時間的制約す。見た目はありふれたアンドロイドと同じように見えるが、あの、実は大佐、奇妙な点が一つあるっす。報告は本部帰投後に聞こう。行くぞ。このアンドロイドはチェーンフックを使うように戦ってたっす。その戦闘スタイルは将軍と全く同じっす。あの方の戦闘スタイルが一般的でないことは間違いない。ペク大佐、お前も私のことがわからないのか？
音声に暗号化フィルターがかかっているな。解除しろ。聞こえてないんだ。おとなしくして。本当だ。解除したっす。おい、何か言ってくれ。損傷さ。それにペクタイさ。なぜ我々の名前を知っている？記憶がすべて偽りというわけではないようだな。答えろ。なぜ我々の名前を知っている？名前？まだ名前は言っていない。そうだよな。義勤府第17特別任務部隊。ペクホテ大佐。孫イスン少佐。むしろ私が聞きたい。お前たちはここで何をしている？確かに作戦0号が発令。あれもフェイクだったのか？孫少佐。輸送機の中で尋問する。気絶させろ。ああ、パパちゃんと聞こえる？パパ、すごいよ。お家にすごく大きな時計があるの。うん、すごく大きな時計だよ。不思議。あ、トランシーバーか、これ。パパが持ってきたの？あ、ここになんか書いてある。サンナビ。サンナビって何？え、なんて言ったの？声がよく聞こえないよ。パパ、でもこの時計壊れてるみたい。時間が逆に。で、戻る。あん時の記憶だ。うん。何これ？あ、パパ。パパ。パパ、おはよう。私が何をしていたかっていうと、あ、私パパに見せたいものがあるの。これね。なんで止まったん？怖いって。右行けばいいの？娘が止まった。あ？捕まってしまった。先輩、作戦の最終承認がおりました。ブリーフィングを始めます。ノーデータ。ヘリは現在、サンナビターゲットロケーションの上空を飛行中。かな、これ。およそ24時間後、うん。ステーションじゃない、シチュエーションか。うん。技術部は、サンナビシチュエーションポジビリティであると結論付けていますが、まだこれといった手がかりはありません。す
すでにお察しかもしれませんが、本部はあなたにサンナビターゲットを任せることを検討しています。いろいろと理由はありますが、実際にサンナビに会った人は先輩だけですので、とても危険な作戦です。考える時間を一日差し上げますので、特に悪気などないただの事業、サンナビターゲット構図のせいで何か問題があったのなら、悪かった。すべて償う。足のつかない綺麗な現金で、最後までやり遂げることが大事ってわけじゃないの。